それでは時間になりましたので、着信させていただきたいと思います。本日はお忙しい中、3月13日にオープンいたします帝王遊びの森タグタグに、と行われますマスコミ内覧会に、お越しいただきまして本当にありがとうございます。本日、司会を進めさせていただきます帝王伝説広報部の杉浦と申します。よろしくお願いいたします。それではまず初めに本日お配りする資料についてご説明いたします。お手元に、クリアファイルの中にですね、内覧会の流れと注意事項という資料に、あと、ハグハグのニュースリリース1月16日付け2月14日付けのビール、それと関西バスク、それと高畑武道園のラッピング工程のビールがこちらと一覧しております。最後に、ハグハグカフェで終了と申し上げてください。もし、何かでいらっしゃいましたら、広報担当の方にお伝えしてください。では、内覧会の流れについてご説明いたします。この後、当施設の概要につきまして、慶応電鉄開発推進部の大竹課長からご説明いたします。その後、当館館長の高橋も加わりまして、質疑応答の時間を設けさせていただきます。大体11時ぐらいから、館内を自由に内覧撮影していただける機会になります。また隣の慶応映画館なども本日という感じですが、特別に開けておりますので撮影可能となっております。また本日入館している、お客様は、弊社社員の親子でございますので、自由に撮影していただいて構いません。またインタビューする場合にはお声掛けいただければと思います。また、11時50分から12時30分まで多摩動物公園駅1番線に、ラッピング電車が入線いたします。そちらのご取材もぜひお願いいたします。駅ホームに皆様が入る際には、改札通口を通らずに、専用の係員という出入り口からお入りください。そちらでフリーで走るようにしております。また、電車につきましては、ダイヤの作成上、12時30分で出発準備に入りますので、こちらの場にはお早めにお願いいたします。12時30分で内覧会は終了となりますので、お帰りの際は駅前の広場にて広報担当に接触をご説明ください。またそれ以前に取材を終了された方は、お帰りの際プレッシャーを受け付けるとバッグもしくは連携のボックスにご連絡ください。それでは当館の概要についてこれから大竹よりご説明させていただきます。ただ記者が通ると聞こえなかったりすると思います。その場合はマイクの音を分けられますので聞いていただければと思いますのでお願いいたします。それではですね、これから、施設の概要について説明をさせていただきます。慶応電鉄開発推進部事業担当の岡田と申します。よろしくお願いいたします。まずですね、こちらの施設の開発の背景についてですね、簡単に説明させていただければと思います。まずですね、慶応電鉄ではですね、少子高齢化の進展に伴ってですね、少子化であれば学童であったりですね、こちらの方の事業を展開しておりますし、高齢化というキーワードに対しては多孔子であるとか介護の医療などそういったような事業を行っておりますが、こういったですね、対策を行って、生活支援サービスをですね、普遍的に展開することによってですね、変遷化し、当然による、地域人口の流入を、促すということと、それによって、住んでもらえる、増やしてもらえる、店づくりをですね、目指してまいりました。ただですね、さらなる、少子化、少子化、人口減少といったところに、対応していくというかございます。どうしたらですね、こちら新世代がですね、沿線に住んでもらえるようになるかということを考えてですね、注目いたしましたのが、子ども向けの国内型の遊戯施設でございます。温かい遊びであるとかですね、
安全に配慮された環境、こういったものが整ったですね、子どもたちを思いっきり楽しめる、食べるですね、そういったものが、今後ですね、ますますニーズが高くなってくるものだと考えています。それがですね、子育てのですね、子どもの健やかな成長の支援、ないしまた子育ての人たちの支援につながるものというふうに考えています。続きまして、開発の趣旨についてご説明させていただきます。まずですね、多摩動物公園エリアを、動物園だけではない新たなレジャーエリアへと、ということでございまして、多摩動物公園エリアにつきましては、現在、多摩動物公園、こちらが約年間100万人であっております。京王メインランド、こちらが年間約20万人。ということで、約20万人の、親子の方を中心とした方が来館されて、普及に立っていただけるというようなイベントになっております。ただですね、一方、この制限につきましては、ちょっと詰まってこられる親御さんたちにとってですね、大変心配であるとか、食事をする施設、ないし、宗教を通して、こういったものがですね、不足しているという印象がございます。子どもたちはですね、毎日にですね、しっかりと関わっているのが不十分なイメージが、あるということが分かっております。こういったことをですね、今回、この全近郊型の、遊戯施設である、京王遊びの森ハウハウをですね、開業されることによって、このエリアをですね、天候を全く気にすることなくですね、たっぷり毎日に、子どもたちが遊び、かつ、大人の方もですね、ゆったりくつろげるエリアということで、魅力を高めていくことによって、今後ですね、新たなレジャーエリアとしていきたいと考えております。で、次にですね、京王線沿線をより子育てしやすくということですが、この施設を開業することによってですね、京王沿線が子育てしやすいというイメージを、醸成させていくということですね、沿線価値の向上につなげていこうか、子どもたち、その両親、またそのおじいちゃん、おばあちゃんと、3世代にわたってですね、楽しく交流していただきながら、他世代が、その循環していくような街づくり、そういったものに、つながっていけばというふうに考えております。続きまして、コンセプトでございます。こちらのハーフハーフのですね、開発にあたりましては、同じようなですね、施設をですね、かなり、2つしてまいりました。ノック育であるとかですね、タイプであるとか、あと飼育ですね、こういったものを、それぞれにですね、特徴を持ってですね、魅力ある施設がたくさんありましたが、この3つをですね、全て要素、この要素を集まった施設といったものはですね、なかなか見当たらませんでした。このですね、3つの要素をですね、全て楽しめる施設ということで、今回、差別化を図りながらですね、ここにしかない施設というものを目指してまいりました。またですね、親御さんがですね、子どもたちの遊ぶ姿をゆっくりですね、眺めながら、過ごせるですね、くつろげるですね、空間を備えた施設というのもなかなか見当たらなかったということもございまして、こういった、空間をですね、今回、作ることによって、子どもの遊ぶ姿をゆっくり眺めながら、レストランで保証しながらというようなところで、親の日常の解放というようなところも満たす施設。そして、結構やっております。続きまして、物件概要でございます。今回ですね、建物の本体、2部分、床壁、屋根、ここにつきましては、京王建設株式会社の方が担当しております。内装につきましては、キッザニアであることはですね、ミシュランにある大丈夫な設備で、ギャラクシーという形でございますが、そういったところの内装の方で手掛けております、完成車の方に、設置設定の方をお願いしております。後期につきまして1年とちょっとがかかっておりまして、今2月の初旬に竣工し、今こういった形でトレーニングを行っております。
延べ床面積につきましては3000平米ということで、こちらにつきましては国内有数の規模となっております。隣にある京王ゲームランドがですね、1400平米でございまして、まあ、ゲームランドで約 2.5 倍と。都心でですね、東京ドームシティさんがやっているは、総合の、まあ、こちらが1700平米が生まれておりますので、まあ、この一つは非常に大きいということが言ったと思います。まあ、形状につきましては、こちらに縦長の形状しておりまして、夫婦約80メーターほどございます。幅が20メーター、まあ、高さ13メーター、いいような形になっています。続きまして、施設営業概要でございます。今回、こちらの施設の名称につきましては、消えよう遊びの森、ハードカブというのでございます。コンセプトでございます3つの、タグ部分、目撃タイプシーンを表現しております。また、オノマトペを活用しまして、子供が覚えやすく、発音しやすい、ようにということで、ハグを2回重ねてハグカブというような名前としております。また、ハグが抱きしめるというですね、抱きしめるような部分にですね、愛情を持って、育てめる施設であってほしいという願いも込められております。開業日につきましては、3月13日開業日を予定しております。直線につきましては、ちょっと重なってしまいますが、特別大学地域が同時に抱きしめる全然の方のお方に入ります。ということと、日本最大級のネットリーグということで、こちら横を見えておりますけど、こちらのネットリーグと今の中に落としていますが、人間層ですね、これらはかなり大きな規模というものになっておりますが、こういったものが一つでございまして、あと他にも充実したコンテンツの方をご用意させていただいております。内装にはですね、地産地消ではないのであを意識しまして、まあ、地域に根ざした取り組みということで、多摩産材の木材をよく開発しております。3D の建設として、今回60個のスペースを持っておりますが、かなり前段に木材の方を使用しております。あと、多摩動物公園エリア、対応のお子様メニューを保持しておいたカフェということで、ハードカフェ、今こちらに出したこちらのカフェです。コミュニティの行われたギフトショップということで、これまでの職につきましては、ギフトショップ多摩動という名前でございましたが、今回、ハードカフェショップということで、リニューアルというものが設置をして、展開をしております。続きまして、ターゲットでございます。ターゲットにつきましては、0歳から12歳のお子様とその保護者を想定しております。年間のですね、目標の、来場者数につきましては、25万人を想定しております。証券につきましては15企業券を、イメージしておりまして、対象となる、まあ、お子様をお持ちの親御様の、人口は大体30万から35万人程度というふうに予想しております。入館料につきましては、大人が、まあ、中学生以上ですね、1日固定の700円、子どもにつきましては、まあ、こういった施設よくこういった重量課金制度を持っておりますが、時間の重量課金制度となっております。最初の30分が600円、以降15分ごとで200円の課金がなされる仕組みとなっております。で、あと、まあ、観察対応というような形でですね、平日で金銭フリーパスということで1400円の固定の、フリーパスを用意しております。まあ、こちら90分以上言うと得になるような仕組みになっております。で、カフェショップこちらですね、につきましては、特段の入館していただく必要がなく、理解力不要で利用いただくことが可能となっております。営業時間につきましては、記載の通りとなっております。基本的には、隣にある多摩動物公園さんも協力しながらの営業となっております。カフェにつきましては、まあ、土日祝のみですね、21時までの営業を予定しております。こちらの、遊戯施設の、まあ、運営会社につきましては、K グループであるですね、慶応エージェンシーが担当しております。カフェにつきましては、レストラン慶応、ショップにつきましては、慶応ストアが運営を行っております。続きまして、コンテンツについてのご案内です。まず、1階でございます。1階につきましては、デザインコンセプトは森となっております。
エントランス付近がですね、ボーリングの中に片付くようなロッチですね、ロッチの駅並みがちょっとカラフルになっているというようなイメージをしておりまして、その先に、並木道に見立てた通路がございます。そこをまっすぐ進んでいくと、今回の、メインのフリーダルとカラフルが取り入れたというようなことになっています。でその先には、森の遊び場ということで、長い森の遊び場をイメージした言葉を広がっているというようなイメージでございます。具体的にご紹介させていただきますが、目的スペースとして今回リリースしておりますが、ハイハイパークとキーカーパークということで、2カ所展開しております。こちらはですね、2カ所を落としたのはですね、ハイハイパークにつきましては2歳以下のお子様を対象としているということですね。キーガーパークにつきましては2歳以上のお子様を対象としているということになっております。安全性を考慮して、ちょうどそうないようにということで、そういう形で企業を行っています。体の形を行っておりますよということで、ね、画面上でですね、木のぬくもりであるとか、周りに対してものを与えていただきたいと思います。そんな形で、お願いします。その先にですね、キッズトイレでございますが、今回は時計を出したならではというようなところでございますが、トイレのブースをですね、今回、新たに導入しました新メタボ前景と、プロフィールを参照したブースとか、こちらのブースを用意して、あとですね、その先のハーフの時、こちらが目玉のコンテストなんですが、こちらが高さが12メーター、高さが15メーターとなっております。こちら日本最大級といいポイントとなります。4層構造となっておりまして、後で体験いただきますが、中にはカメラのレトリブだけじゃなくてですね、いろんな遊びの要素を持っていますので、フロードブログブランコであったりですね、ここがブロックというのを行っております。いろんな要素を探しながら、ワークアップというような仕掛けをで、その先につきましては、オンラインコンクラということで、こちらもさまざまなやつだったお方の遊具がございます。あと、これでいくものというケースとか、屋外にも一つ遊具のパークといいまして、プラザゴーストで、こちらのパークは、遊具として配置をされています。で、森町につきましては、約4万5千個のゴールプールというのが、コンセプト2階でございます。2階につきましては、空をイメージしたデザインのコンセプトです。空を空の中に、雲ですね、雲の中に、工房があったりとかですね、駅があったりとか、また、今言っておりますが、政府がオーロラの中を駆け抜けているというようなイメージをしております。具体的にコンセプトの方をご紹介させていただきますが、パーク博のお客さんとして、ね、目玉コンテンツとなるのがパーク博となります。こちらはですね、この2階を向いて2周する SF2 年生でございまして、鉄橋やトンネルですね、光や音の演出といったところでお客様に楽しんでいただくというようになっています。あと、この水玉ラボでございますが、こちらは土日を中心としてワークショットの方を開催している予定でございます。ワークショップが開催していないときはですね、音楽であるとか塗り絵であるとかですね、そういう手を使った、不思議ガンマといったところ、こういったところで、お取りいただけるようなスペースとなります。そこの、横に併設しているのが空の広場でございますが、こちらは自動販売機等を備えている、休憩スペースになっております。ここでですね、ガガガトレインがですね、横を走っていきますので、お母様、お父様にとってはですね、お子様の写真を撮るですね、フォトスポットとしても利用いただけますし、窓の中を覗きながらですね、お子様がちょっと楽しんでいる方も見ることができるようにもなっております。今、こちらにいらっしゃるのは、カフェでございますが、こちらは124席を利用しております。クラスが今24席です。5席くらいの規模です。
ては多摩動物公園の最後の食べたということで、食パンメニューを充実させて、かつ大人をゆっくりと過ごせるということで、まあ、こちらからも大人の発酵に行くことが考えられるようになっています。また、まあ、深川ブレにもですね、優しいですね、小分けの席も用意しておりますし、誕生日会に行けたりとか、そういったことに便利なラップスーツだし、がごちそうなような感じも、まあ、こういったモニターもですね、そういったものが最高で、思い出の形になっているようなものが必要なのかというような面積に応えるような形で発表を続きまして、一節シェアスターのご紹介でございます。今回ですね、さまともに一節するホームチームをベースとしてもらっちゃったお話をさせてもらいます。デザインはですね、感度の高い日本人たちの学校感を持ち、その子供に作品にやすいものとなっております。クラスター名はタブーとラマンということで、メインのクラスターさんのタブーを歌っております。その他、九州の様だけで歌っております。家族たちにしましては、まだまだ高速で子供たちの夢を膨らまして、より楽しみを見せるためにもなったりやっておりますということです。まあ、春にしましては、マスコットとしてですね、分子を推進として、パンダのメディアみたいに、子供と目当てとして、ウィーティングをしたりということで、まあ、チームいただく予定をしております。続きまして、ネクラクラグッズを探すためのメニューのパターンを紹介させていただきます。スーツキャラクターの開発とともに、オリジナルキャラクターのグッズの方を開発をさせていただきました。文具や一品用品、お菓子など、まあ、全15種類を用意しております。こちらを併設しているパターンショップの方で、販売をいたします。あと、今回、リゲテーマのパターンショップで、ではですね、お子様メニューを国民とのセットに捉えてですね、はじめしましても、薄味、かつ、まあ、見やすいものとかですね、また、ケアレルゲンに対応したものもご用意したいですね。お客様を意識したメニュー作りをしております。また、まあ、スペシャルキャラクターを取り入れたメニューということで、こちらのマスラカフーの缶切り、こういったものも用意をしております。また、子供向けメニューだけではなくてですね、大人も楽しめるということで、ママにも嬉しい、まあ、フォトジェニーなメニューを用意しております。スイーツであるとか、ドリンクメニューも充実させておりまして、カフェレスのメニューといったところも用意をしております。続きまして、こちら最後になりますが、エリア活性化の取り組みでございます。今回ですね、このハグハグの開園に合わせまして、京王遊びの森、ハグハグこのと、あとレールランド、多摩動物公園の3施設と、そのエリアの、まあ、周辺エリア、総称としてですね、町自体が、まあ、スケールの大きな、公園との思いを込めて、ピッツパーク熊戸ということで、こちらの多摩動物公園エリアを命名いたしました。最終はですね、これから密に連携をしながら、まあ、いろいろとですね、イベント等を行いながらですね、お子様たちが、まあ、一日たっぷり遊んで帰れる、遊びの名所ということで、盛り上げていきたいと考えております。あと、まあ、この後、入選しますが、動物公園線にはですね、3施設のラッピングが施された、電車が走るほか、高畑不動の駅の一番線でございますが、ホームの一つを施しております。あと、まあ、こういったことでですね、電車に乗る段階から、アプローチの段階から、まあ、非日常化といったものを出して盛り上げていきたいと思います。また、この3施設ですね、連携策として、今、この慶応の、ハグハグとレグランド、総合利用の方に対しては、特典をご用意したいですね。たまものレールの、まあ、公園整備券をご利用の方に対しても、まあ、特典を用意するみたいなことでの連携のイベントをこれから実施してまいります。まあ、それ以外にもですね、季節ごとに、まあ、リアスタンプラリーであるとか、今後、動物公園さんも50周年を迎えますし、レールランドも秋にも5周年を迎えます。まあ、こういったタイミングで、連携しながら、イベントを行いながら、
メディアを盛り上げていきたいというふうに考えています。以上です。それでは、質疑応答の時間に入らせていただきますが、ちょっと時間が押してしまってますので、11時から大学ということですので、お二人ごとからお返しをいただいた後は、一旦切らせていただいて、その後、質問のある方は、囲みという形で、その後、お願いいただければと思います。で、その後ですね、また、テレビカメラや写真などでですね、個別の撮影をしたいという方はですね、また別途、個別の時間を調整させていただきますので、個別時代の後に時間を調整させていただいて、個別に参加させていただきたいと思いますので、お願いいたします。それでは、高橋社長、お願いします。では、質問のある方、挙手をしていただいて、会社名とお名前をいただいた後、ご質問をお願いいたします。マイク、あ、声でかいからいいです。声でお願いします。3点質問あります。一つは、年間に25万っておっしゃった、ちょっと聞こえないんで、ごめんなさい。というのを確認と、あと年間売上どれくらいを見込んでいるのかっていうのが一つ。で、あと、国内最大級っていうものもあるんですが、ちょっと具体的にどこと比べて、どれくらい大きいのかっていうのを、そういうところが近くに、ちょっと、ちょっと比べる対象が欲しいので、見た範囲でですので、そこにどれくらい大きいのかっていうのをもうちょっと教えてほしいというのが2点目。で、最後、カフェスペースがありますが、大人がもしそこで食事とか飲む、なんかお休みしてるときに、子供だけで遊ばせることは可能なのかな。で、そのためのスタッフっていうのは別にいるのかっていう、この3つを教えてくれます。はい。まず1点目の、入場者数につきましては、25万人を予定しております。それでは聞こえづらくて申し訳ございませんでした。売上につきましては、今、しっかりという形で対応させていただいております。ちょっと申し訳ございません。こちらの施設、国内最大級というようなことで、申し上げておりますが、先ほど申し上げた、都内でもですね、同じような子供向けの施設、ちょっとテーマパークとは戻るんですが、そういったところで、先ほど申し上げた、遊ぼうの子供さんが、センナーグレーベということで、かなり大きく評価されているのかなと。というふうに考えています。そういったところと比べますと、このカフェスペース、500人分ぐらいありますが、そういったところも含めまして、お母さんが行くというふうな形を教えていただいております。あと、カフェで、いたしながらお子様の面の動きに行ったところなんですが、基本的にはお子様の安全管理につきましては、親御様の責任で行っていただくということを基本とさせていただいております。ですので、こちらのですね、中に、このプレートの中にも技術スペースがございますので、こちらの方では遊んでいただきながら、見ていただくということも可能です。あと、2つにつきましては、あくまで、安全仕様ということで、お子様の安全に関しての責任を負うというものではなく、あくまで、お子様の、遊び方のアドバイスを、しますと、盛り上げると。いうような病院というようなこんな経緯となります。その他ございますでしょうか。株式会社のメディアのクリスタルと申します。ここは1人がございます。今回地域体育の定期ということで実は用意されていますが、地域体育は分からないと分かるんですけど、教育に着目されたこの今回の目的ですが、ちょっと理由みたいなのを聞きたいんですけど、目的でですね、今、東京モーター美術館さんという、試合になるところが、目的の非常に有名なところでございます。こういったところと私ども、連携をしておりまして、中の、設計をしたところ、そこに決めたところでのご協力をいただくというような状況です。で、目的に着目しましたのは、
やはり、まあ、今子どもたちですね、なかなかこう身近なところに自然がないというところで、体験しながら生きていく、まあ、自然を学ぶ環境に応じていくというようなところが、まあ、なかなかないというようなところで、やはりそういったところをですね、ぜひ、まあ、私の方でそういったスペースを用意しながらですね、全身でその木のぬくもりであるとか、香りであるとか、そういったところを体験していただきながら、環境を自然といったところに興味を持っていただきたいというものの中で持っていくというところを、まあ、今回、皆さんにさせていただきます。質疑応答時間短かったら申し訳ございませんが、時間になりましたので、自由財団の方を、とさせていただきたいと思います。また大竹や高橋への、囲みはこの後すぐ行いますので、取材されたい方は前の方に来ていただければと思います。